ミッドナイト競輪は第2レースチャレンジレース一般の2組目に移ります1625メートルで争われます先頭移動員は長野和弘選手ですでは出走メンバーの6名内から順にご紹介いたします1番は福岡・永田潤一2番熊本・永田修一3番熊本・五十嵐弘和4番・高知・赤松誠一5番長崎・江口恒成 六番岡山鳥取圭一。え第二レースも六車立ての競争です。さあ選手会の並びは一本だけでありました。九州四車プラス中四国勢という構成なんですが。え一番地元の永田純一にとりましては、先行一車有利にレースを進められそうな構成です。追走マークは二番の永田修一。永田修一は今日二日目からの五十出走です。 小倉バンクはおよそ1年ぶりの賛成です五十嵐江口と九州四社さらに赤松は九州勢の後ろからそこに鳥取が任せてという構成です発送しますさあ構えての号令がかかりました 前傾姿勢から豪雨を聞いて第2レースのスタートですさあ2番の永田修一地元1番の永田純一両永田まずはゆっくりと出て行ってどうやら2番の永田修一の前取りです3番井原白風が2人の後ろにいましてそして5番の江口光成が九州で4番手回です1・2・3・号の4社の後ろからということで4番の赤松誠一が 5番手に位置し6番の鳥取圭一が中四国勢で連携してさらに追走する1・2・3・号4・6戦勝回の並びも1本だけという異例な構成でありましたさあ成功法は1番の永田忠一です並び1本の構成で初手すんなりと前を取りましたさあどこまでこの誘導を使っていくのか1つポイントです3番の永田忠一そして3番の五十嵐博一 熊本の2人は得点順同位りに並んでそれぞれ2番手、3番手5番の江口恒成が前3人を追いまして4番の赤松誠一さらに6番の鳥取敬一と続いていきますさあ、赤松がこの後道中動きを見せるのかどうか追い出しをかけるまでうんやっていくのかどうかそれともこのまま九州勢を追走し続けるのかさて残り2週赤番週間に入りました。 1>, 1コーナーから2コーナーへと向かっていきます今のところ動きらしい動きはありません1センターから2コーナーへと向かっていきます1番の永田純一この構成ではしっかり生かしたい地元戦での2日目の競争ですさあ金が入りました動きは一切なく3コーナーから4コーナーへと向かっていくさあ1番の永田純一後ろからの上がりも、まあるかどうか6番の鳥取圭一が仕掛けました 6番の鳥取が一気にかましていきまして1番の永田潤一がそこに合わせます2番永田秀一そして3番の五十嵐そして5番の江口と連なり4番の赤松は九州勢を追い続け6番の鳥取は動いて見せま作くるも交代しまして最後尾ですさあ2センターから4コーナーへと向かいます1番の永田潤一が先頭2番永田潤一が追い込んで最後逆転2番1番3番です第2レースチャレンジ一般戦の2組目 道中まさにすんだり、2番の永田周一が最後、渾身の追い込みを見せました。静かな流れ、続いて続いて動きなく、ただ6番の鳥取圭一が最後尾から仕掛けて見せ場を作りました。これに対し、合わせて地元1番の永田周一が踏み込んで、結果2番永田周一に展開が向いたというゴール戦でした。しがいまして、入選順は2番1番3番です。 決定までしばらくお待ちください第2競争でした